僕一人は出てません。学校のシーン見てほしい気持ちめちゃくちゃありまして、おもろいから。さあこれから皆さん1、2話関係者以外では世界最速でご覧いただくんですが、1、2話の見どころ教えてください。じゃあまず岩中さん、あの初めに岩中くんから聞くんだ。これは岩中くんからなの。まずは岩中さん。じゃあちょっと初めに謝っておきたいことがあるんですけど、僕1、2話出てません。この振り方は残酷だよ。待って、なんでいんの？じゃあ今日なんでいんの？なんでいんの？それはいや、いる映ってるから。まあいる、まあいる、やっぱりいるけど、それいるからちょっと一員としてやっぱりね、お願いしますって言って。ごめんごめん、大事な、そう大事なメンバーだから。なんでいんのとかダメだよ。でもいないなりの見どころを言うとすると、でもやっぱりオープニングの僕アニメーションめっちゃ好きで、あのなんか、いや、言っていいのかな、なんかそのオープニングの一番最後ら辺でグワーってケースケが走るところ、はいはいはい、色がブワーってついていくところがめちゃくちゃ好きで、そこを実際にちょっと見ていただきたいなと思います。はい、お話に関してはもう出てる方に。でも素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。続いて小島さんお願いします。はい、本当にあの皆さんよりも先に私たちはあの全話見させていただいてるんですけれども、さっき岩中くんが言ったその歌、いわゆるオープニングからエンディングまででこのお話って私はすごく思っていて、なのであのそれを全部含めた上でメッセージを受け取ってくれると嬉しいなと思っています。はい、素敵、素晴らしい、さすがママ、はい、ありがとうございます。続いて野村さんお願いします。はい、この 1,2 話で最初に舞と圭介が塞ぎ込んでいた日々から始まるんですけども、そこからまた家族の物語が、時間が止まっていた時間が動き出すっていうところになるので、そこの家族が一つになった瞬間っていうのをちょっと注目して見ていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。続いてゆうきさんお願いします。どこだろう、やっぱ家族のシーンは見てもらいたいと思いつつ、高江だとやっぱあの学校のシーン見てほしい気持ちめちゃくちゃありまして、まあ、小学生なんで中身おばさんですけど、あの学校行くんですよ。そうだよね。学校行くんですよ。そうね、まあまあまあじゃん。まあまあ、まあまあです。まあ、それだけ聞くとそうです。そうそう、うん、まあまあじゃん、おもろいから。そこはぜひ見ていただきたい。どうでしょうか、うん、いいんじゃないですか。とてもいいと思います、ね、あ、ちょっと続きまして、はい、ありがとうございます。平川さんお願いします。はい、もうみんな言っちゃったじゃん。ほら、だからさ、岩中くんの気持ちが分かったでしょ。分かった、本当に。そうですね、この作品はそのね、やっぱ妻が10年前に亡くなった妻が小学生になって帰ってくるって、その部分はファンタジー要素満載ではあるかとは思うんですけれども、そこ以外は本当にどこにでもその話が展開されていそうな、そういう会話をしていそうな人が出てくる、あの会話劇というかドラマ、人間のドラマになっています。すごくそのだから一人一人がこう紡ぐセリフの重さとか厚みとか温度とか、そういったものがとても丁寧に作品フィルムに乗って、皆さんにスピーカーを通してお届けできるようになってるんじゃないかなと思いますので、もうあの皆さんに耳をそば立てて、目をこうドライアイだったらこうちゃんとこう目薬いっぱいさしていただいて、つぶさに全てを見ていただけたら嬉しいな、全て見どころとあえて言わせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さすが座長だよね。ありがとうございます。座長、かっこいい。座長、かっこいい。あ、ケイスケは全然こんな人じゃありません。こんな浮ついたやつじゃないです。ありがとうございます。そして最後、阿部監督お願いします。まあ、今皆さんが言われた通りだと思います。で、確かに10年間もこうコンビニ弁当しか食べていなかったような
家に夢のようなことが起きるっていうところで始まる、そこはすごくファンタジーなんですが、まあその後どんどん変わっていきます。まあ、原作をもちろん読んでる方はね、これがどんな作品か分かってると思いますけど、そうじゃない方も多分いっぱいねテレビだと見ていただくと思うんですが、最終的には本当にある意味でのおじさんの純愛と家族の成長みたいな部分がもうど直球で投げられるような作品なんで、まあ、そこはどんどん変わっていくのをちょっと見落とさないように見ていただきたい。正直ワンクール作品なんでそこももうなゆっくりゆっくりはできない作りになっておりますので、どうか見落とさないでお願いいたします。はい、ありがとうございました。